感動するほど至って普通に運転できる。シトロエンの CEO、バン・サンコベ氏と真剣に意見を交わした結果、計画は臨機応変に変更される可能性があると知った。事前にサインした書面上では、リは運転できないことになっている。しかし、今回の市場レポートへ至ったのだから、完全なワンオフモデルとして作られた檻は、 約100万ポンド、約1億6100万円と言われる。巨大なコストを投じて作られている。各ディーラーで展示され。顧客のイメージアップを目的に投影している。筆者がサインした書面は、最終的にはコベが承認することになる。彼が OK というのだから、基本的に逆らうスタッフはいない。 にわかに市場の準備が整えられていく。車の話のためだけに。私たちがいるのは、グレートブリテン島のチューブ。バーミンガムにあるコンベンションセンターの展示ホール。一般道での印象はつかめないが、こんな機会は滅多にない。シトロエンの CEO は、檻の能力に自信を持っているようだ。意外と長いドアを開き、 運転席へ腰を下ろす。助手席にはコベが座っている。彼を意識しないわけにはいかない。勢いよく発進させ。展示ホールの柱を避けるように曲がり、止まってみる。至って普通に運転できることへ感動してしまった。スタイリングは挑戦的。インテリアも既存の枠を超えようとしている。しかし、 完成度の高い電動パワートレインにより、走りには不自然な部分が全くない。手頃ろさと持続可能性に対する姿勢を表現。運転席からの視界は良い。シートも座り心地が良い。シンプルで大胆なデザインのインテリアは、檻のコンセプトをストレートに反映している。もちろん、このまま量産化されるわけではない。 だが、磁気型の C3 エアクロスを皮切りに。このエッセンスが量産モデルへ展開されていくのだろう。加速力も不足を感じない。ステアリングホイールの操作へ、フロントノーズが機敏に反応する。ショーカーらしくタイヤは巨大だが、展示ホールのフロアは平滑だから乗り心地も静か。広い場所で急旋回を試みる。 好きなだけ回っていいですよ。ドーナツターンしてもらっても構いません。コベが笑顔で話す。楽しさで筆者も笑顔になる。完成度の高さには簡単せざるを得ない。ドーナツターンまではしなかったが、もうしばらく積極的に運転してみた。すごく良いじゃないか。もしこれが未来ならかなり楽しみだ。 シトロエンオリは、英国価格2万3000ポンド。約370万円前後を想定した。バッテリー EV、BEV 機のビジョンを体現したもの。手頃さと持続可能性に対する取り組みを形にしたコンセプトカーで、今後の量産者へ展開される技術が盛り込まれている。 C3 エアクロスに似たアウトドア思考のコンパクトクロスオーバーとして、ブランド哲学を具現化したものでもある。行動走行できるほどの高い完成度には驚かされる。楽しくてエキサイティングな明るい未来。デザインを率いたピエール・ルクレール氏は、明るい未来を表現したと話す。知的で手頃なものを生み出しても、 残念な結果になるとは限りません。楽しくてエキサイティングにもなるんです。車重は 1t 前後が想定され、航続距離は 400km が想定されている。搭載する駆動用バッテリーは、比較的小さい 40kWh で駆動用モーターを1機積む。電気効率は 10km、kW が目指されており、 現在の BEV の2倍近い数字と言える。とはいえ、量産者へ最も影響が及ぶのはデザイン的な部分だろう。檻を構成する部品の50%がリサイクル素材でできている。そして、全てがリサイクル可能となっている。いくつか特徴をご紹介しよう。前後で同一部品のバンパーとガラス。 バンパーとフェンダーシトロエンのマイクロカー、アミと同じく。前後のバンパーは同じ形で必要な金型は一つで済む。製造や修理のコストを削減し、環境への負荷も低減できる。前後のフェンダーは一般家庭にある工具で脱着可能。擦り傷がついても簡単に交換できる。フロントガラス。 BEV の航続距離を伸ばすには、空力特性が重要となる。しかし、折りの特徴と言えるのが、垂直に切り立ったフロントガラスだ。従来の枠を超えるという挑戦的な意味もあったが、コストの大幅な削減にもつながったという、ヘッドライトとボンネット部分に開けられたエアダクトで、走行中の空気はフロントガラスへ導かれ、 空気抵抗を減らすらしい。リアガラスもフロントと同一部品になる。ルーフとボンネットパルプ素材でできており、段ボールに近い。ドイツの科学メーカー、BASF 社が。ハニカム構造を用いたパネルを成形し、必要な強度を得ている。コーティングすることで、雨や紫外線に対する耐性も備える。 タイヤとホイールホイールは20インチで折りの専用デザイン。アルミとスチールを組み合わせ重量を抑えつつ、通常のアルミホイールより安価。タイヤは50万キロメートルも走れる超高耐久の、グッドイヤーイーグル号という試作品を履く。トレッド面は2回巻き直せるそうだ。ボールで角度が変わるシートシンブランドロゴ。 駆動用バッテリーコストや重さ、環境負荷を考慮し容量は4 0アワーと小さく、それに基づいて檻が設計されている。最高速度は時速1 1 0トルに制限される。で、時速1 0 0トル加速も速さを求めず技術者は仕事を進めたという。インフォテインメントシステム。 インフォテインメント機能のインターフェースはユーザーのスマートフォンが担うダッシュボード上にはワイドなモニターが備わりスマホを接続して用いる車載コンピューターを削減でき使用する半導体を減らし環境負荷の軽減につながるエアコンの操作には実際に押せるハードボタンが用意され 移動中でも扱いやすい。シート背もたれは 3D プリンターで出力されたもの。パイプのフレームで具体が構成され、カバーは取り外し可能。掃除や模様替えも簡単にできる。コスト削減のためにシートの調整域は限定的。シートの付け根部分にスポンジ状のボールが組み込まれ。 ドライバーが座ると体重に応じて座面が沈み、自然な角度が得られる仕組み、路面からの入力も多少は吸収するという、ロゴマーク1919 19年の創業当時のものを現代風にアレンジした、新ブランドロゴが檻には用いられている、近未来のシトロエンのフロントマスクへ大きな影響を与えるだろう。 現在の C3 や C5X はフロントグリルと一体でダブルシェブロンが構成されているが折は楕円形で独立している。このロゴを持ち上げると充電ポートが姿を表す。